ルトリアノンはパリにある劇場及びコンサートホール。モンマルトルの丘のふもと18区のロシュシュアール通りに位置する。トリアノンイコールコンセールはカフェコンセールとして1894年にエリゼモンマルトルの庭園に建てられた。当時、いくつかの劇場を手がけていた若手建築家のエドワール・ニエルマンにュール設計である。 パリ最初の音楽ホールの一つとして1895年に開業した。ミスタンゲットはプティカジノと開業1年目のトリアノンコンセールでデビューを飾った。彼女の性質は細かったものの妖艶な演技とその美脚でムーランルージュのスターになった。1897年、エリゼモン・マルトルの新しい所有者によって二つの部屋が増築された。一つはコンサート、デビュー。 リサイタル用で、もう一つは、ダンス、スケート用である。エドワール・ニエルマンは、増築にあたり、ギュスターブ・エッフェルが、パリ・バンコク博覧会で使用した鋼鉄を使用した。ラクールや、グリル・ディー・イカウト、バランタン・ルディーサスといったアーティストが、ステージで講演し、アンリド・トゥールーズ・ロートレックは常連であった。早着替えアーティストのレオポルド・フレゴリもここで講演した。 1900年2月17から18日の夜にかけて、発生した火災により、ホールとエリゼのその他の建物が消失。建物の正面部分だけが残った。フレゴリはこの火災で装飾品や衣装をすべて失った。火災の後、シャルル・ガルニエの弟子で、アレクサンドル・サンセイ橋の設計を手掛けた、建築家のジョセフ・カシアン・バーナードが、新しく戦籍と2階分のバルコニー席を備えた。 イタリア様式の劇場の建設に着手した。1902年12月18日にトリアノンイコールテアトルとして開業。1903年にテアトルビクトリュー号に改称。助成金を受け古典作品にも上演の機会を与えた。1906年にトリアノンイコールコミックに改称。オペライコールコミックザのオペレッタを専門にしていた一団が本拠地としていた。 ピカソは劇場を訪れ多くの常連の似顔絵を描いていた。1917年にトリアノンリリに改称。1920年にルトリアノンに改称。1936年にはイベット・ギル・ベール、マリデュはフレール、ピエール・ダックなどが公演する音楽ホールとなった。1936年に設置されたプロジェクターを使用し、1939年に シネフォン・ロシュシュアールと呼ばれる映画館になった。ジャック・ブレルは1950年代初めに頻繁に訪れ、いくつかの歌詞を書いている。戦後、映画館は名所の一つとなり、ドキュメンタリーやニュース映画、ライブパフォーマンスなど、ファミリーショー、カラー映画、シネマスコープを上演した。その他、時代劇に続き、マカロニウェスタン、カンフー映画なども上演された。 しかしながら、1980年代半ばになると、テレビやビデオカセットレコーダーの普及に伴い人気が落ち、1992年に映画館は閉館した。トリアノンで公演するアヨ。ライブ公演に主軸を戻すと、クラシック音楽などを上演したが、次第にカーラブルーに、ベナバール、ジャック・イジュランなどの歌手の公演や、ミュージカルコメディの上演で最も知られるようになる。また、 オペラ、ミュージカル、ショーケース、ファッションショー、映画の試写会、バラエティ、フェスティバルも上演した。2003年から t v 番組、ヌーベルスターのオーディションの最終選考の会場として使用されている。2005年9月23日にはレディグルスがショーの収録をしている。1988年に歴史的建造物として登録された建物は、 修復工事のため2009年に一時的に閉館。2010年11月20日に、再オープンを迎え、MIA、ゴールドフラップ、デフトーンズ、トリッキー、アイオ、シック、ハーマン・デューン、ジュリアン・ドレ、チリー・ゴンザレス、ロドリーゴ・イ・ガブリエーラ、ラファエル・サディーク、メイシー、グレーなどが一連のコンサートを行った。2012年6月には、 インドネシア人歌手のアングンがコンサートを行った。2012年11月17日には、リアーナがアルバム、アンアポロジェティックのプロモーションを兼ねた、777ツアーでルトリアノンに登場した。2013年7月には、シンガーソングライターで、ラッパーの結社が2度目のソロツアー、ウォーリアーツアーの欧州レグで公演した。トリアノンは1階に大玄関があり、舞踏会場。 当園、劇場、レストラン、楽屋、ケータリング、オフィスを備えている。劇場の席数は一等席647、バルコニー席440である。二つのバルコニーには、それぞれのホールがあり、ロビーと舞踏会場に通じる大階段がある。一階の喫茶店、ルプティトリアノンは、劇場の開業当時から営業していたが一度、閉店し、二千十一年四月に二十年ぶりに、 営業を再開した。最寄り駅は地下鉄アンベール駅である。サイテーション出店。ありがとうございます。